僕はさっきのウクレタイスという今まで200回と300回ぐらいの東北でライブやらせてもらってきて、本当もう本当に4、5日前もずっとね、東北の行ってたんですけども、そこでなんかね最初のきっかけがね、福島の原発のことだったんですよ。20キロ30キロっていうさ距離あるじゃないですか。そこからの内側の人は強制的に避難じゃないですか。いやただ23にも思いわかんない30キロを基準として29キロの人は強制的に避難だとするんですよ。じゃあ31キロの人はその補助金出ないですよね。わかります。そのもう2キロってさ、渋谷と原宿とかね、渋谷と新宿くらいなんですよ。そんな距離でさ、そんな線引きがあったりとかしておかしいなと思ってね、2011年の3月、4月の頭ぐらいに山本太郎とかね、その辺のやつと一緒に、福島の方に行きまして、たまたま北海道の方に僕仲間がおったんで、そこは、仲間っちが本当に、道庁とか農林水産庁ですかね、そんな横でやってるやつで、それで言ったらその福島の人で、自主避難のためだったらなんかどっかの使ってない港南を開けるよって言ってくれてね、何千人という人を無料で受け入れてくれたんですよ。それから大体2011年の春なんで、もう3年半ぐらいじゃないですか。でまたこう9月にね、札幌の方にまたライブで歌ってほしいっていう曲があってね、なんか子供の未来のためにさ、分かんない、もう正直分かんない、放射なんて分からんから、分からんかったら普通は赤信号で止まるじゃないですか、危険かもしれないからって。でも今その放射能関係でさ、大丈夫ですよ、大丈夫だと思いますよで豪語してるっていう、そういうのがね不思議だなと思ってね。でもそこでなんかそのお母さんたちは子供が危ないかもしれないから福島から離れようっていう人をね、たまたま僕はアテンドさせてもらって、その人たちに曲こないで、その子供たちからお母さんとお父さんに対してありがとうって曲を作ってほしいって言われて、それをね9月の7日に歌いに行くんですよ、札幌まで。それね昨日作ったんだけど、AD で サビがね、E が出てきます。そういうコード、いけね。ほんとね、ありがとう、ポコポコっていう曲、昨日作った曲です。ほんと、ほんとにこの歌に聞いてないの？この街であったかい人たちに出会えたのさ、ありがとう、パパ大好きだよ、ありがとう、パパ大好きだよ。
のことよりも僕らのことを一番大切にしてくれたタバコマンだ。あんなことやこんなことがあったけど、ただの避難所じゃないんだ、開拓者さ。ありがとう、パンダ大好きだよ。ありがとう、パンダ大好きだよ。そういう最高なことはさ、
出会いと歌をさ歌い続けると思ってます。すごいことなんで、何かあったらまたよろしくね。Oh!